皆さんこんにちは、美容室アームの鎌田です。今日は私の人生で一番ラッキーだったことについて話をさせていただきます。自衛官だった昭和45年に夜学に通いたいと思い、女性がいっぱいいる美容学校がいいなと思い、夜埼玉県入間市から東京代々木の山野美容学校に通い始めたのがきっかけで美容師になりました。当初は家族兄弟の大反対に遭いましたが、60歳を過ぎた現在、日々美容の仕事をしていられるのは毎日お客様と接しているので、充実して生活ができているので、人生で一番ラッキーだと思って日々感謝の心で仕事をしています。以上が私の人生で一番ラッキーだったことです。ありがとうございました。